太白区の八木山動物公園で開かれた飼育体験教室には、抽選で選ばれた小学3、4年生の児童と保護者12組が参加しました。飼育体験ができるのはサイやライオンなど6種類の動物で、このうちアフリカゾウの獣舎では、子どもたちが近くで見たゾウの大きさに驚いていました。なんかすごいでっかい。こちらでは、ゾウを外に移動させた後、糞の掃除を体験しました。ゾウは1日におよそ80キロの糞をするということで、子どもたちはスコップを使って一生懸命掃除に取り組んでいました。臭かったです。なんか重くて大変でした。思ったより大変です。ゾウはいっぱい運転をするから運んだりするのがすごく大変です。子どもたちは飼育の大変さを実感するとともに、動物の特徴や性格について楽しみながら理解を深めていました。